はいどうも、コナログアウトドアです。今回はですね、こちらのクロスカブでキャンプツーリングに行ってみたいと思います。まだ2月の下旬なんですけど、今日はご覧の通りめちゃくちゃ天気もいいですし、気温も高いんで、絶好のツーリング日和です。クロスカブでツーリングに行くのも今年になって初めてなんですけども、しっかり楽しんでいきたいと思います。なかなかね、天気が良くて、気温も予想では最高20度ほどまで上がるようなんで、絶好のツーリング日和ですね。ちょっとトラブルが発生しました。こちらのミラーを取り付けているこのボルトですね、これちょっと緩んでるんで、ちょっと車載工具で一応締め直しとこうと思います。確かモンキーがあったような気がするんで、いやちょっとね、出発早々のトラブルなんですけど、今日は出発前にね、こちらのマルチバウンドバーですね、デイトナーのものなんですけど、これを急遽取り付けてから出発したんですけど、その時にね、ちょっとこのミラーの付け根のこのボルトを外して調整したんで、それの影響もあるんでしょうかね。車載工具はこちらのサイドカバーの中に一式入ってるんで、よし、ちょっとね、この中に確か、はい、これね、この小型のモンキーレンジあるんで、これで締め直しときます。いや、なんかね、ちょっと走ってたらミラーがたついてるんで、何かな思ったんですけど、いい、よし、これで大丈夫ですね。やっぱりこういうね、モンキーレンチなんかはある程度サイズも変えれるんで、1本持っておくといいと思います。よし、ちょっとね、気を取り直して出発します。今ね、時間が12時50分ですね。かなり遅くなってしまいました。今日は本当はね、もう朝から用意できてたんですけど、先ほども言うたんですけど、こちらのね、マルチマウントバーが今日の午前中の配送予定になってまして、で、早く届くのかなと思ってたんですけど、結局ね、もうお昼前、12時前になってしまったんで、マルチマウントバー待ちでこの時間になってしまいました。それにしても今日はあったかいですね。ほんま2月の下旬やとは思えやんぐらいのね、陽気ですわ。今回のキャンプは車で林道の方に行って、マウンテンバイクで遊んで野営しようかなと思ってたんですけど、まあね、これだけ天気もいいし気温も高いんで、クロスカブにしましたけど、いや気持ちいいですわ。少し前にこのクロスカブもフロントスプロケ14畳と純正に戻してますんで、まあスピードは出ませんけどね、坂道もぼちぼちと登っていきます。いやね、ほんまに今日は天気ですわ。なかなかね、絶好のツーリング日和ですね。出発が遅くなってしまったんがちょっと残念なんですけど、まあ慌てずにぼちぼち行きたいと思います。ここの山間部もね、普段は気温が低いんですけど、今日は全然寒くないですわ。今日は最高気温20度ぐらいの予報で、かなり気温も高くてあったかいんですけど、実際バイクで走ってると山間部の影の場所なんかは結構ひんやりしたりしますね。で、まあ朝晩の気温差も結構激しいんで、最高気温が高いからといって薄着で行くと結構寒かったりします。結局脱ぎ着できる防寒着とかを合わせると荷物が増えますね。
この辺も山間部なんですけど、昼過ぎてからこうやって走ってると寒さは感じないですね。今日はハンドルカバーも外してきました。でちなみに手元はね、このメッシュのワークグローブなんですけど、こちらもこのハンドガード、これで風を避けてるんで、直接風が当たらないんでね、このメッシュのグローブでも全く寒さは感じないですね。もちろんグリップヒーターも使ってないです。で直接ね、風が当たらないといえば、このデイトナのウィンドシールドこちらと、あとこのこれですね、レッグシールド、これもね、こういう中途半端な気温の時かなりいいですね。よし、信号青に変わりますね。今回は和歌山県田辺市本宮町っていうところにあるキャンプ場に向かってます。こちらの県道198号線は信号もねほとんどなくて、すごく走りやすいですね。今トンネル内走ってるんですけど、やっぱりねこちらのメーター LED ランプ仕込んでるんで、かなり見やすいですね。まあ、日中外で走ってるとあんまり目立つことないんですけど、トンネル内なんか入った時にね、パッと目についた時、カスタムしてる感もありますし、見やすくて満足度高いですね。球自体それほど高くありませんし、作業もそこまで難しくないんで、お手軽なカスタムとしてこれもおすすめです。ここまで信号のない道をずっと走ってきたんですけど、行きの峠登りでも話してたんですけど、カブロスプロケットフロント14丁にしてるんですけど、こういった舗装された道でもそこそこ回せばね、法定速度プラスアルファは出るんで、私としては特に走りにくさはないですね。峠の登りとか加速したい時はキビキビ走れるんで、やっぱりこっちの方は走りやすいですね。まあ、キャンプの時かなり積載してるっていうのもありますし、この車体で80キロ超えてくると、やっぱりその制動力が不安だったり、車体の剛性もそこまでの速度域考えられてないと思うんで、まあ若干不安定になるのかなと思います。まあ、納車してからフロントのスプレケットね、14、15、14、15って行ったり来たりしてたんですけど、もう14丁でいいかなと思います。キャンプ場に到着しました。今日はバイクサイトの方に陣取りたいと思います。ちょっとねこっちの川側の方空いてるんで、この辺で張ろうかな。4時16時です。ちょっとね到着が遅くなったんで、積載紹介はまた明日帰り道にしたいと思います。とりあえずテント張っていきましょうかね。よし、設営の方も完了しました。こんな感じですね。今日はパンダ TC です。プラスの方ですね。で焚き火台はピコグリルで、こちらの、リフレクターですね、これもセッティングしました。でテーブルはショーズの焚き火調理台。あとはこんな感じですね。テントの中はこんな感じで、こちらエバニューのマットプラスモンベルの赤マット、これを二重に敷いて夜は寝ます。今日はあんまり寒くないんで、こちらのテントの中は多分寝る時だけになると思います。あとはまあこのねテント前のスペースで過ごしたいと思います。時間が5時前なんですけどね、日もかなり長くなってきましたね。ちょっと夜に備えてね、薪の方を買いに行こうかと思います。薪を2束買ってきました。こんな感じでね、薪の積載もね、このクロスカブならバッチリです。これで夜はね焚き火を楽しみたいと思います。
ちょっとね、夕方になって風が吹いてきたんですけど、パンダ TC はこんな感じですね。こっちのね、サイドフラップ跳ね上げると、まあ横から見た感じ中の様子が見えないんで、ちょうどいい目隠しになるかなと思います。風が強いです。テントね、設営したんで、ちょっと今度はね、この辺の身の回りを整理していこうと思います。なかなか忙しいです。コッヘルはね、今回ケトルナンバーワンのこちらのセットを持ってきました。エバニューのシェラカップで、ケトルナンバーワンで、スノーピークのコップですね。で、この辺をスタッキングしてます。こちらのポーチはこの通りお菓子がいっぱい入ってます。あともお楽しみですね。今日もね、シングルストーブはこちらのコールマンの 508A ガソリンストーブを持ってきました。この気温だとね、ガスのストーブでも十分なんですけど、まあ、暖かくなってくるとガソリンストーブの出番もなくなってくるので、まあガソリンストーブ使い納めということで、よいしょ。夜はそんなに冷えないと思うんですけど、一応このヒーターも持ってきました。ようやく落ち着いたんで、ちょっとつまみでも食べようかなと思います。とりあえずこの卵を茹でますわ。ちょっとね、グラグラしてるんですけど、このヒーターアタッチメントの上に乗せてます。前にね、エアロプレスのコーヒーぶちまけたんですけど、今日はこれ大丈夫だと思います。ヘイシリ、ゆで卵のちょうどいいタイマーセットして。時間を指定してください。10分。卵を茹でてる間にさっと食べれるものをいただいていきます。おビールもいただきましょう。今日はね、お菓子結構たくさん持ってきたんですけど、まあ定番のジャガビーと、そうですね、これいきましょうか。どんどん焼き、最近ハマってるこちらのサケルチーズですね。もうどんどん焼き、このピーナッツがね、こんな小さいピーナッツ1個ぐらいしか入ってないんで、なんでかなと思ったんですけど、結構この1個2個しか入ってないピーナッツがどんどん焼きと合わせて食べると美味しかったんで、まあ私はこのどんどん焼き食べるときは、まあ、こういう感じでバタピーね、ピーナッツの方を追加します。これでね、すごいすごい料理ですよこれ。よし、こんな感じでどうですか。どんどん焼きとピーナッツ、これね、どんどん焼き一つに対してピーナッツを一個、この食べ方が結構美味しいですよ。これも入れちゃいましょう。よし、なんかすごいことになってきましたわ。野菜気全くないですね。おビールの方いただきます。あー、うい。まあもちろんね、後で晩ご飯で野菜もたっぷりいただきますんで、40過ぎたらね、バランスのいい食事を心がけたいですね。よし、ちょっとね、卵の方も茹で上がってると思いますんで、火から下ろします。ほい、おっと、おお、割れずにうまく茹でれましたね。よかった。
ちょっと風も落ち着いてるんで焚き火でもやりますわ。今日の焚き火台はピコグリルです。こんな感じのね、結構長めの薪でも十分乗せれますんで、キャンプツーリングではやっぱりこれが使いやすいです。焚き火やってるんですけど、やっぱりね、あのリフレクターがあるんで、かなりこちら側あったかいですね。今回のキャンプのおすすめ商品は説明欄の方にリンク貼ってますんで、よろしければチェックしてみてください。あとこの動画で説明しきれなかった商品とか、まあ、私がよく使ってるアウトドアギアとかの説明の方を、あのコナログアウトドアのブログの方でも紹介させてもらってますんで、よろしければそちらもチェックしてみてください。ドンピー焼き完食してビールも2本目に突入してます。ここらでね、ちょっとゆで卵も冷めてきたんでいただきます。ちょっと今卵の皮剥いてるんですけどめちゃくちゃ剥きにくいですわ。ちょっと近くでお見せできないぐらいね、ボロボロになってしまいました。時間は7時44分ですね。風呂も入ってきたんで、ぼちぼち遅めの晩飯にしたいと思います。まあ、言うまでもなく今回も鍋です。こちらの濃厚パイタンの方でいきたいと思います。野菜はね、今回家でカットしてきましたんで、これを入れていきます。だいぶちょっと水気が少ないような気がするんですけど、これをちょっと火にかけていきましょう。あ、もうちょっとね、手っ取り早くこっちのガソリンストーブ使ってます。そろそろ仕上がりましたかね。ちょっと開けてみます。よいしょ、こんな感じです。多分いけると思うんで食べていきたいと思います。よいしょ、入ってきました。鶏白湯鍋です。じゃあこれをね、ちょっといただいていきましょう。うん、美味しいです。ちょっとお肉もいただきます。うん、ちゃんと火通ってますわ。今日はそんなに寒くないんで、結構鍋食べてたら汗かきそうですね。で、今日はね、ちょっとあのお酒を持ってくる本数を見誤りまして、ビールがもうないんですよ。あとこのチューハイと焼酎のミニボトルだけです。今回も焚き火ライブ急遽やらせてもらったんですけども、たくさんの方に見に来ていただいてありがとうございました。またキャンプ地でライブ配信させてもらうこともあると思いますので、よろしくお願いしておきます。今時間が10時半なんですけど、まあ、焚き火の前っていうこともあると思うんですけど、気温がね15度ということなんで、全く寒くないですね。焚き火の段が気持ちいいです。まだちょっとお酒も残ってるんで、もうちょっと焚き火やろうかなと思います。真冬だとガソリンストーブでヒーター乗せてテントの中でこもるっていうのもいいんですけど、まあ少し暖かくなってくると、もうね、外で過ごすことができるので、そうなってくるとこちらのパンダ TC を使わなくても、もう少しコンパクトなテントでも過ごせるのかなと思います。時間は夜の12時半です。気づけば、周りはね、皆さん寝ているようです。結構ゆっくり焚き火してたんですけども、ぼちぼち私も休みたいと思います。今ね、室内ちょっと気温見たんですけども、13度ということなんで、冬
冬のシュラフで問題ないと思います。それではぼちぼち休みたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。今時間は7時半です。ちょっとね遅くなったんですけど、気温が11度と全く寒くはないんですけど、昨夜風がすごかったんでちょっと気になってね、熟睡できなかったんですけど、あと花粉症の症状もね結構朝方きついんで、もう起きてすぐ薬は飲んでおきました。それでは朝飯のうどんを作っていきたいと思います。スープはねこちらの鍋キューブの寄せ鍋醤油を使います。ちょっと風がね激しすぎるんで中に入りました。あっさりめにさぬきうどんをいただきます。はい、うまそうな鍋焼きうどんができました。食後のコーヒーはもう簡単にドリップパックのコーヒーをいただきます。エアロプレスでコーヒーを楽しむのもいいんですけどね、やっぱりこういう簡単にさっと飲めるコーヒーも便利ですよね。最近マウンテンバイクにはまっててちょこちょこ近所ポタリングに行ったりしてるんですけど、またゆっくりねエアロプレス持ってコーヒーでも飲みに自転車で行きたいと思います。久しぶりに里山の様子も見に行きたいんですけどね、まだブラックバスは釣れないと思うんですけど、また一度様子見に行こうと思います。撤収完了してキャンプ場を後にしました。この後一本林道を通っていこうと思います。いやめちゃくちゃ天気良くて気持ちいいですね。この雰囲気だとついついでスピードを出してしまいそうなんですけど、さすがそこは株です。アクセル全開でもねこの緩い上りでもほとんどスピード出ません。まあ景色でも楽しみながらぼちぼち走るのは株の走り方ですかね。はい、目的の林道までやってきました。やっぱり回送路と違って一気に雰囲気が変わりますね。この鬱蒼とした雰囲気がアドベンチャー感あっていいですね。今時間は10時半ですね。1時間ほどの林道ライド楽しみたいと思います。ちょっと立ち止まって写真撮るときなんかもやっぱりこのサイドスタンド使えるんが便利ですね。センターだとね持ち上げないとダメなんですけど、これご覧の通りねタンデムバーが荷物で隠れてるんで、センタースタンド立てるとき非常に立てにくいんですよ。以前センタースタンド立てるときは一旦シートを上げてこっちからタンデムグリップを掴んでましたね。このね手首がものすごくねじれて痛かったですけど、この延長サイドスタンドのおかげで解決しました。これはね非常におすすめですね。梅畑満開ですね。向こうの奥にもたくさん咲いてますわ。いやーええなー、天気ええし最高ですわ。川の水もすごい綺麗ですね。でここはねこれ桜の木やと思うんですけど、まあ、まだつぼみもね
出てきてないぐらいなんで、まあ、桜が咲くのはちょっと早いですかね。また桜が咲く頃にね、マウンテンバイク持ってきてトレイルライドなんかもいいですね。はい、三保走路の方に突入してきました。まあ、ここまで来るところも所々荒れてたりしたんですけど、景色を見ながら楽しむっていうのはなかなか難しいんでね、走るときは走るで、景色を見るときはしっかり止まって景色を見るという感じで気をつけて走っていきたいと思います。よいしょ。結構こういうね、水たまり、今まで靴が結構濡れてたんですけど、レッグシールドをつけたらやっぱり靴が全く濡れないですね。泥跳ねも防いでくれるんで、林道走行にもなかなかいいですね。このレッグガードは風よけの目的でつけたっていうのが大きいんですけど、やっぱりいろいろメリットありますね。レッグガードに関しても私のブログの方でも記事書いてますんで、もしよかったらそちらの方もチェックしてみてください。これは桜ですかね。綺麗なね、花咲いてますわ。梅じゃないと思うんで、時期が早いんですけどね。この後ろの廃墟とのアンバランスさが何とも言えないですね。いやー、春ですね。まさかね、ここで桜見れると思わなかったですね。まあでも夜には絶対通りたくないですね。いやー、林道廃墟桜なかなか良かったですね。そしてこのワークマンの防風パンツなんですけど、バイクにまたがると普通のズボンだと結構裾が上にずれ上がってくるんですけど、こちらの防風パンツストレッチがものすごく効いてるんで、こうやってね、膝曲げてこの股関節曲げても全くずれ上がってくることないですね。なので走っててもね、この足首のところがスースーすることもなく、しっかりとズボンに隠れてるんで、この点もバイクに乗るのに相性がいいんじゃないでしょうか。今回のクロスカブの積載紹介をやっていきます。まずフロントキャリアですね。こちらのクーラーボックスと、でこれ小物入れたポーチ、今三脚外に出してるんですけど、三脚はねこちらのアブのドリンクホルダーの方に入れてます。ここにねざっと入るので、それでこのベルトでくくればちょうど三脚入れるのにぴったりな入れ物です。こちら釣り用に買ったんですけど、意外なところで役立ちましたね。で先ほども紹介しましたね、このレッグシールドはやっぱりめちゃくちゃいいですね。こんな感じで、ね、しっかり水跳ねてガードしてくれてますわ。おかげでね、こう靴は全く濡れてないんで、防風だけじゃなく足元の汚れ防止にもなるので、すごいいいです。センターキャリアはヘリノックスですね。あとモンベルのドライコンテナ L で、リアはシャットの SH40 カーゴ。今日はカーゴ部分はマットシート類を挟んでます。こちらお気に入りなんですけど、エンデュランスのリアロングキャリアのサイドバッグサポートに、このこちらブラックバーンというメーカーのアウトポストカーゴケージというアイテムで、こういうふうにボトルを縛り付けたり、シュラフとかスタッフサックを取り付けることもできます。私はね今こちらのホワイトガソリンのボトルをこのストラップで縛り付けてます。しっかり固定できてますしね、林道走ってるんですけど全く問題ないですね。そして反対側はこのデグナーの防水サイドバッグです。こちらデイトナのマルチマウントバーですね。
これを取り付けて、そこにあの自転車用のこちらトポデザインっていうメーカーなんですけども、フロントバッグを取り付けてます。もともとはこのフロントバッグをこのハンドルバーに取り付けてたんですけど、そうするとね、このヘルメットロックと反対の USB 電源に重なるので、こちらのマルチマウントバーを取り付けてみましたけど、こんな感じでね、今バイクにまたがってるんですけど、特にね、足に当たることもなく体に近すぎることもないんで、すごく小物とか入れておけばね、停車時なんかさっと取り出せるので大変便利ですね。でマルチマウントバーなんですけど、一点気になってたんが、このステーがこちらのハンドルガードのステーに干渉しないのかなと心配してたんですけど、ここにスペーサーが入ってるんで、ちょうどうまくね、ここ干渉せずに取り付けることができました。こちらのバー自体も邪魔にならないので、他にもいろいろ取り付けれるので、とりあえずつけておいてもいいのじゃないでしょうか。こちらはサイズ的に小さいんですけど、もう少し大きいバッグなんかいろんなサイズありますんで、まあ自分の使いやすいサイズのバッグを見つけて取り付けても便利だと思います。以上、今回のクロスカブの積載紹介でした。積載もできますし、ウィンドシールド、レッグシールドで長距離走っても疲れにくいですし、そして林道も走ってくれるという素晴らしいバイクですね。こんだけね、荷物積載してこんな林道も走れますしね、今日は私も帰ったらね、このクロスカブで近所のスーパーも行くんですけど、ほんまにどこでも走れますわ。ちょっと河原まで降りてきました。水がね、相変わらずめちゃくちゃ綺麗ですね。ちょっと顔洗おうって言いたいところなんですけど、ヘルメットかぶってるんでね、手だけ洗っときますわ。よし、透明度がすごいっすよ。気持ちいいな。この辺からはね、ちょっと川沿いの方走っていくんですけど、のんびり走ってると少し暑いぐらいなんですけど、川の水のね、涼しさが伝わってきて走ってても気持ちいいですね。いつかね、装備整えて沢登りとかやってみたいですね。キャンプ場出てからずっと走りっぱなしだったんで、ちょっと休憩しますわ。この水の音聞いてたら癒されますね。川沿いゾーンを過ぎてここから上りです。途中結構がれてるところもありそうなんで、慎重に走っていきたいと思います。この林道も終盤なんで、最後までね、転倒とかパンクとかないように行きたいですね。ずっと山の中走ってますけど、雰囲気がもう春ですね。この辺ところどころね、落石が多いですね。まだ車でも通れるぐらいの程度なんですけど、またいつ通行止めになるかわからないですね。クロスカブもこれぐらいの未舗装路なら問題なく走りやすいですね。今回はクロスカブで林道キャンプツーリングでした。2日とも天気も良くてキャンプ場でのんびりできました。で帰りはね、今走ってきた林道ツーリングの方も楽しむことができたんで、今年一発目のクロスカブのツーリング楽しむことができて満足しました。またよろしければチャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。コナラグアウトドアでした。さよなら。